もう一個焼いて食べるでウィス。ウィスス。よっと、これまだ焼けてないでウィスよ。おや、あーたの爪そんなにトゲトゲしてましたっけ。ああ。で、本物のクマでウィス。もうちょっと焼くクマ。おいしいでウィス。このマシュマロウィスパーにそっくりだクマ。どこがでウィスって似てる。それにしても山はいいクマね。今日はうんちく言わず一人羽を伸ばすクマ。あーた、好きでうんちく言ってるんじゃなかったんでウィスか。僕だって休みたい時があるクマ。え、ウィス、あぶね。ふう、もう一個焼いて食べるでウィス。ウィスス。よっと、これまだ焼けてないでウィスよ。おや、あーたの爪そんなにトゲトゲしてましたっけ。ああ。で、本物のクマでウィス。ほうほう、生後5ヶ月くらいの子グマだクマね。ああ、よく見れば可愛いでウィスね。ほら、ここのところハートでウィス。くすぐったいでウィス。子グマがじゃれて遊ぶのは一説には獲物を狩る練習だと言われてるってわけ。練習じゃなくなってますよ。食べられるところでした。子グマが独り立ちするのは1歳過ぎてからだクマ。この子お母さんと離れ離れになっちゃったみたいクマね。お腹空いちゃったクマ。そりゃ私食べようとしてましたからね。ゴー、ミス、ギャー。僕に任せるクマ。ゴー、ゴー。